芸能版タイガーファンディングではどうぞ失礼いたします ごめんやよ、遅れっしゃ、しごめんやよ、失礼いたします。すいません。失礼します。お願いします。はい。お願いします。今宵も。芸能界に君臨する目利きの虎たちが。志願者の可能性に目を光らせる。では、まず、ご経歴をどうぞ。エレナです。 えー、フルネームは星崎エレナで活動しています。えー、30歳です。住まいは東京都です。芸歴は、えー、モデル芸人として活動しておりまして、モデルと芸人の日本柱でやってます。でも一番多いのが日英の MC です。日本語も英語も喋れるので、えー、っとフォーマルなちょっとね、ベントレーさんの MC をやったり。 でも大笑いの方面の MC もやらせていただいたりしておりまして、えっと今までサマーゴテンが一番大きい番組ですかね。あとは芸人さんと一緒に MC アシスタントとしてやったりもしております。よろしくお願いいたします。おはようございます。矢神サラです。えっと年齢は三十一歳で、えっとお住まいは東京都です。 現在は六本木で飲食店を複数店経営しているのと,、えー、とそれとは別で、えー、YouTube の方によくあのゲストとかで呼んでいただいたりとかイベントの方に呼んでいただいてあのモデルの活動をさせていただいたりとか、えー、と今年度の秋からちょっと業務提携という形であのエリートっていう世界の有名な三大モデル事務所のうちの結構有名なエリートさんからお声掛けいただいて、まあ、そこはあの専属所属とかではないんですけど、あのー、身長もあるし海外で。 活躍できるようなモデルとしても、なんかおせおせるところを押したいということで、その活動も今始めようかなと思っているところです。よろしくお願いします。高橋和也です。年齢は45歳です。神奈川県相模原市からやってまいりました。 えー、マジシャンとしてはですね23年前から活動をしておりまして防犯エンターテインメント集団ギフトこれの代表を務めておりまして、えー、マジックに騙されても振り込め詐欺に騙されないっていう活動をですね約12年間行ってまいりました、まあ、行政であったりとか経営者団体とかですねさまざ、あ、まなパーティーにも出演をしておりますが、えー、年間で大体100カ所ぐらいですね今は、えー、ショーの出演であったり講演活動をしておりますよろししくお願いします。 あなたが思いい描く未来の姿は笑いで世界をハッピーに八神さらという自分のコンテンツを一緒に盛り上げて、えっと、自分のような境遇の子や全ての人々がもっとさらにハッピーに生きていける日本とといいいいう国にしていきたいと思いますマジックに騙されても詐欺には騙されない振り込め詐欺防止マジックショーを全国に広めていきたいです <noise> では新たな才能で魅了せよ 岩タレン吉田と申しししまますすよろしくお願いいた事務所六本木にございまして、はいえー、と複数社会社を経営しているんですけれども、えー、とメインの事業はいわゆる経営コンサルタンティングということでいわゆるその財務だったりあとは上場企業さん向けの IR だとかの、えー、とご支援をさせていただいてます要は、えー、と関係があって、えー、いわゆるプロダクションプロモーションを要は企画運営をしていくといったところで今現在、えー、プロダクション事務所を 運営しておりますよろしくお願いいたしますはい内藤さんお願いしますはい、バーレス東京っていうショークラブを運営しておりますバーレスク東京オーナー兼プロデューサー亮太2011年1 0年先を行くダンスボーカルエンターテインメントバーレスク東京をオープン美しすぎる所属ダンサー200人その総フォロワー数は驚愕の500万人超え現在のリアル竜宮城チップ制のパイオニア再プロデューサーの前に魅惑の正体も繰り広げるのはいかなる志願者か 月,月賞、えー、今なんと2億円 2>,、えー、<laughs> 2億もうちょっとあるんですけどね、えー、毎日チップが、えー、300万あの女の子全員で出るようなえショークラブに。 なりました。バルス東京のショーグラブだけじゃなくて、テレビとか出張で、あの企業パーティーとかに呼ばれたりとかして、ほとんど毎日、えっ、ー、と女の子たちがそういうところで、えー、活躍しております。今現在在籍、バルス東京だけで100人、グループ合わせて今東京だけで150人いてます。よろしくお願いします。ではう原さん。はい。オーブ合同会社のう原と申します。えっと、まあ音楽プロダクションやっているんですけれども、もとあのビジュアル系のバンド。 やってておりましてそこからあのビジュアル系のです、ね、ショップを一応継承いたしましてビジュアル系とかアイドルとかインディスシーンの特化した入、えっと、d 販売イベント業を主軸に新人開発、えー、プロデュースマネジメントなどを行っております、はい、では大谷さん、はい、LD&K の大谷と申します。 えと本業はレコード会社と音楽事務所をやっています渋谷を中心にお店も何店もやってまして今渋谷の黒い表と言われてるんですけども黒い表なのにトラできてます、はい、<laughs> 黒い表なのに白いしね <laughs> 今日はね <laughs> ねでは最後山本はいあのイエローキャブの山本です株式会社イエローキャブ代表山本宗義 業界に君臨する老舗芸能プロダクションは業界初のフランチャイズ展開で視点数日本一を達成閉鎖的な芸能界を変えるべく新たなるエンターテインメントの形を発信するハブ企業を目指すエンタメ最高峰だからこそ常識をぶち壊す業界の異端児ホエル あのイエローキャバは今全国に16事務所があって、まあ、あの事務所数で言えば多分日本ののの芸能界の中で一番多いのかなと思ってますあとはあの、まあ、これも芸能界としては異例なんですけどその本部の所属タレントは全員レッスン料を今無料にさせていただいてます<ー>なのでこの芸能界で活躍したいっていう方の敷居を払拭しようとあの尽力していますよろしくお願いしますじゃあエレナさんから3分以内で自分の自己紹介自己アピールをお願いしますじゃあ私あの 特技がモノマネなのでちょっとモノマネで私の自己紹介をさせていただきたいと思いますではアミカさんのモノマネでさせていただきますよろしくお願いします皆さんおはようございますあ、こんばんはんこそばやねごめんねなんかここの風紀ちょっと湿気臭くないあの私お祓いできるからちょっと今からするよ行くよエイエイ。 はいオッケーでございます。では気を取り直してどうもアメリカでございます。皆さんねあの本日私がご紹介したいのはこちら星崎エレナさんでございます。どうもモデル芸人星崎エレナですお願いします。あーもう素敵な変顔やわありがとうございます。もうね彼女私あの本日のエロエラ呼吸皮膚呼吸口呼吸でお送りしたいと思うんですけれどもこれ二倍速じゃないですよ皆さんあの二倍速じゃない普通のトークのね皆さんね嘘ついてないですよね。で私あの本日ご紹介したいのはこちらモデル芸人星崎エレナさんねエレナさんっていうのはあの 兵庫県崎市出身なのだからダウンタウンさんと一緒でもう生まれた時からお笑いのセンスっていうのがもう100%ございましてですね勇気100%っていう感じでね彼女がいるだけで空気が明るくなるんですよもう皆さんご存知だと思うんですけれどもであの彼女がね今あの世界30か国150都市を旅してきはってすんごくあの経験が豊富なの。で英語語と日本語 をペラペラ喋ることができるんですね。で、あとは中国語を今まあ勉強されてるということで、彼女が目指すところがね。モデル芸人でね。世界を笑顔にしたいっていうところがあるんですね。で、世界を笑顔にしたい。なんでそうかというと、彼女は今まで3回死にかけたことがあるんです。 原因不明の事故原因不明の病気原因不明の火事もう陰気臭いわって思うじゃないですかこの子大丈夫かって思うじゃないですか大丈夫私が今お祓いしたから大丈夫でございます。でね安心して聞いてほしいんですけれども彼女は今あの目指してるところっていうのが世界の果てまで一滴湯に出たいっていうのが彼女の願望でございまして何で一滴湯に出たいかというとですね 世界をハッピーにできるのがなんですねででなんで笑顔にし,かしたいかというと彼女が生かされたこの4度目の人生で何か人のために人のためにしたいっていうのが彼女の人生なんですねなんで笑顔がいいかなんで笑わせたいかっていうことなんですけれども皆さん言ってやってくださいなんかねやんだりすることっていっぱいあるんですよ本当にね毎日ねもうガム踏んでもうとうんち踏んでもうたみたいなそういう話じゃないんですけれどもまあねとにかく笑顔を作ってみてください本来ねここのねここの筋肉が上がるじゃないそしたらもう脳も洗うんです脳も笑うんです が笑ったらね自然と幸せホルモン出るの幸せホルモン出たらもう世界がハッピーになるそしてね幸せホルモンが出て自分がハッピーになると病気がなくなるのよ病気がなくなってそしたらお医者さんに行か,行かなくなるじゃないそしたらねお医者さんに行かない医者料がかからないそしたら国も助かるほんで国が助かったらね世界が幸せになるんですだからね彼女がいるっていうこの存在だけで世界が幸せになると皆さん思ってくださいでね私も一応そうなんですけれどもまあアンミカちょっと高いなあこいつちょっと

はい、三分間スタート。私十八歳で、えっと、最初。 少女時代っててていうグループににすごく憧れて東京に出てきましたで当時私まだ性別が男性で体も男の子だったので、まあ、いろいろ韓国の芸能事務所受けたんですけど向こうも扱いいいれななじゃないですか,なんか男性来たけど女の子になろうとしてるし分かんないって、まあ、当時13年ぐらい前なので,でその中で、まあ、とりあえずお金稼いで自分の体を変えて可愛くならないと話は始まらないと思って夜のお店歌舞伎町からなんですけどニューハーフさんのお店に入ってその後その中で顔面の骨削ったりとかおっぱい。 つけたりとかタイに行って性転換して戸籍を変えてから女の子のお店に入ったんですねで女の子のお店に入って数年そこで勤務してそれなりにお金を貯めて今独立して六本木で店舗経営してるんですけどそこからですねやっぱり 自分は少女時代になりたかったのでーーニっていう少女時代の日本デビュ曲があるんですねでそのデビュー曲の名前を少女時代入れなかったので自分のお店の名前にして「ジーニー」とお店を出したんです六本木に。でそれから今3年ぐらい経ってるんですけど徐々にこういろんな方々の出会いとかで YouTube だったりとかいろんなイベントに呼んでいただけるようになってきてでここのタイミングでやっぱり1人で全部受けてるので今、まあ、どこかあのメディア系で芸能事務所さんとかがあって業務提携してくださるところがあれば自分の活動の幅も広がるしちょうどちょっと直近 のニュースなんですけど、この性転換とかっていうのをしなくても性別変更を認めるっていう。あの判決が昨日最高裁で出たんですね。個人的な意見なんですけど、あれ15人の裁判官の人で話し合って、あの当事者とそういうのを出してるんですよ。結論でも正直当事者からするとみんな性転換行くんで、それって違うんじゃないかって思ってる人がもう多分9割ぐらいなんですよ。自分の周りの意見だと。 でも別に私はそれを訴えたくもないしなんか別にそれが反対だって言いたいわけじゃなくて私みたいな人生の人がいるっていうことが自分より小さい下の世代の子たちが画面を通して見ることによっていろんな可能性を感じれるんじゃないかなっていうか私はそういう意味であの自分が活動することに意味があるかもって思って今日ここにさらにプラスのことが埋めるならと思ってきました。ははい、では続いいでで続て高高橋橋さんよろししくお願いします。高橋和也です。和也 えー、私はですね大学卒業後ですね自動車のセールスマンとして、えー、社会人をスタートしたんですがもともと内気な性格で自分自身を変えたいなと思って営業にチャレンジをしましまた、えー、ただ営業になったんですがなかなか売れなくて上司からですね「営業マン個性を持ちなさい」ということでそこで、えー、私はマジック マジックをですね23年前に始めましたマジックをしながら地域を回って地域の人気者になっていくことによって営業成績もこう上がるようになってきて、まあ、今現在はですね完全歩合制の営業マンとして15年間仕事を行っておりますがマジックの活動もやっぱりその時に人に喜んでもらったりとか自分自身の商品とか 会社を覚えてもらうんじゃなくてまずマジックをして笑ってもらうということを地域を密着しながらやってきましたまあその活動があってですね警察であったりとか行政の方に今振り込め詐欺が多いというか当時オレオレ詐欺が増えてきた時でまあ、今現在も日本で大体300億円ぐらいの被害が毎年あるんですよねまあ、この被害を抑えたいということで警察の方から話をいただいて マジックに騙されても振り込め詐欺には騙されないっていう啓発やってみないかっていうことを12年前に警察の方から提案を受けましたこれは面白いなってことでですね活動を続けていくと様々な行政であったり警察関係の方とか、まあ、経営者団体の方から呼んでいただけるようになりましたのでただ啓発するのではなくて何かショーをエンタメを見てもらって笑い とえー、少しでもいいから学びというのを私は全国に広げていきたいと思いましたので仕事をしながらこの活動を行っておりますけれどもどん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 やっぱ広げていくことによって振り込め詐欺はお年寄りが騙されないでねっていうことではなくて単純に言うと若者だと思ってるんですね。若者が引っっっ掛ける方になててしまっている ことも止めていきたいと思っていますので、えー、私はマジックを使ってこの活動を続けていきたいと思います個性を武器に挑む志願者たちの自己紹介続いて特技の披露へ己の魅力を示し虎たちの心を掴めるか新生イエローキャブフランチャイズ加盟店大募集詳しくは概要欄から 次のコーナーはお一人お一人が一番自分に自信がある何かパフォーマンスを皆さんに見ていただくっていう時間ですので、はい、はい、これは時間制限は一応設けませんがあまりにも長くなりすぎたら僕は止めますんで、はい、はい、やっていただけますか？はいじゃあ一番手エレナさんからお願いします。はいよろしくお願いします。私はモノモノなのでさっきのあの自己 PR をここでやろうと思ってたんですけどもう一つお見せしたいと思います。 じゃあローラさんのものまででよろしくお願いしますやっほーローラでよー <laughs> えっとね今日はなんかみんなが全然ニコニコしてないなと思ったから今からクイズをしたいと思うの私がいろんなあのね動きをするから何をしてるんだろうってみんなが当ててほしいの第1問行くよクイズモノマネや <laughs> なんでしょう猫。<laughs> 猫は、うん。ちょっとおちなんかね、ちょっとだけ進化してほしいの。犬。犬。うんとね、もうちょっと大きいかな。<laughs> <laughs> そういうボケい,、ね、いるのかなこれ。<laughs> でも五位いいんじゃないの？<laughs> 正解でございます。<laughs> 正解者に拍手。スタ <laughs> ーはい。じゃあ次いくよ。 なんでちゃうおばあさん惜しい惜しいんだおじいさん <laughs> ノーノーノー,ノーなんかね、おばあちゃんがしてる行為なの落ちた入れ歯を拾った正解あ<ー>あ<ー>これ正解する人いると思わなかった <laughs> じゃあもう一問いくよいくよはい、どうぞ六本木に朝五時にいる人 そんなことやってますか？よく見るコメントで、三つとも出部いますよ。昨日、昨日いました。昨日これね、こうやってみましたけど。とね正解は三途の川の向こう岸で、私のおじいちゃんが必死に私にこっちに来るなって言ってたおじいちゃんのポーズなの。あんなそん難しいね。みんな入れ歯は天国に持っていけないから気をつけてね。歯は大事にするんだよ。じゃあ最終 問題いくよ。まだあるんだよ。最後いくよ。<laughs> 生卵文なんでしょう。けんなおこさん。正解。ありがとうございます。じあ、終わりたいと思います。ありがとうございました <laughs>、はい。よろしくお願いします。<laughs> ははいいじゃゃ番手、はい、矢上さらちゃんです、はい、私の自己 PR は、えー、とやっぱり喋ることが私の人生で一番得意なので皆さんとカンバセーションをしたいなと思ってここに来たのでちょっと皆さんからいろんな質問を。 ちえっと,と今年の頭に「あの令和の虎」の方でもヒカルさんヒくん出てたと思うんですけど私も同じ時期に光くんの YouTube にゲストで呼んでもらってやっぱり影響力がすごく強いのでその YouTube が結構回ってその後光くんの YouTube だったりとかそれもきっかけがあって令和の虎さんの方からあのお話いただいて同じように虎として令和の虎さんの方でも今座らせていただける機会頂い,いていていていろんな方と触れ合う機会ももっと増えていて YouTube でしゃべるっていうのだとやっぱり 地上波だと、まあ、これから地上波とかも機会があったら出たいなともちろん思ってるんですけど私の話す内容って結構だったり <laughs> 結構地上波的に使いいいづらいネタでで話すすことが多いんですよだから「お前 <laughs> こう言ってるけど <laughs> だろそら」みたいな「っ <laughs> て言ってるん <laughs> だろ」とか言われる返しをギリギリで YouTube だと使いやすいのでなんかやっぱりそこが私は今一番自分が生きる場所かなと思ってるんですけどイベントとかも。 やっぱりあの視界とかも私すごく得意なのでそういうところでさらにプラスになっていけたらいいなっていうのはその YouTube きっかけでなななったたかかかと思いますすすす何カップででででんんにしたんですかこれ私二十歳の時にその美容外科に行ったんですよで先生にあの「どのぐらいのおっぱいがいいと思いますか?」って聞いてその先生がいや「女の子はみんな C カップぐらいで」って最初希望でくるけど結局ボリュームアップしにまた手術しに来ると。で男性が 一番ちょうどいいおっぱいは C とかって言うけど本当は間違ってるとあれはみんなそうやって言うけど F ぐらいに作った方が男性は実は好きだよって言われてそのまま言われるがままにこれ入れましたやってみてどうですかいや全然変わりました男性っておっぱいすごく実は見てるんだなってすごく感じましたなんかいろんな男性が本当は女性に対して見てる場所とかこういう風だと喜ぶんだなっていうのはすごく知れましたあと私来月あの を、あの深くしに行くするとしに行くんですね。は<ー>ませ今、私のなんか性転換って、大体日本人の平均の, <laughs> の勃起サイズで作るんですよ。で、それが十三センチなんです。日本人って。で、十三センチのを作ったんですけど、ピアスの穴みたいな感じなんですよ。あんまり使わなかったりとか、ケアしてないと、縮んでっちゃうんですよ。でも、七センチぐらいなんですよ。だから。太陽型じゃないんですよ。だから、十六センチぐらいの。<laughs> の、の人を好きになった時に。<laughs> だこの途中までしかできないんですん、はい。入り口行ったり来たり楽しくないじゃないですか。だから私はやっぱ大は小を兼ねるっていう日本には素晴らしい言葉がありますけど、それだなと思ってちょっと二回目のなんか工事をしに来月タイに行きます。総額いくらかけたんですか。はい、今もう数えてないんですけど。 2000万は超えました。うん。でも自慢できることだと思ってないんですよ。で、生まれながらに沢尻エリカさんみたいな顔面で生まれてたら、私多分何もせずにここにいるんですよ。だからそれがなんか自慢できることではないと思うんですけど、なんかやっぱり骨私全部削ってるんですね。顎とエラと頬骨と中顔面全部抜いてるんですよ。 でそのダウンタイム中の過ごし方とか例えばこれから骨削りたい子とかにも多分私アドバイスできますどういう先生を選ぶのがいいかとかどんくらいで削った方が自然かとかあと私目も目頭目尻垂れ目形成全切開全部これやってるんですけどこの整形めちゃくちゃ2,000万ぐらいしてる人って細胞を目指してる方が多いんですよでも私は2,000万ぐらいかけてるんですけど割とナチュラルだと思うんですよ。でそれっててあんまり実は多分なくて いやりすぎちゃうんですよみんな。で私はやっぱり男性から始まってるんで、あの人たちは足し算してるんですよ。私って引き算してるんですよ。取ったり骨を削ったり整形って本当は引き算がいいんですよ。なるほど。やりすぎない。なるほどすごいな。うん、だから整形のチャンネルとかちょっとゲストで呼ばれて喋ったことあるんですけど、やっぱり本当に成功する方法っていうのはバランス取ることなんですよね。だから鼻も私一回。 あの微中核延長って言ってやっ流行ってるんですけど、肋軟骨を取ってこの鼻の先っちょに入れる手術があるんです。これ今結構流行ってて、トレンドの整形ってそれぞれ時代によってあるんですね。今はあの韓国系の顔が流行りなので、鼻は上向きが流行ってるんですよ。でも私それやったら本当ピノキオみたいになっちゃって。 やっぱり整形した人に対してみんなあんまあ悪く言わないじゃないですかその人はそれがいいと思ってやってるからでもそんなことないときあるじゃないですかだから私は自分でそれに気づいてでバランスおかしいと思って抜いたんですよね入れた鼻をろくなんこつこんくらい取り除いて鼻に入れたんですけどそれをもう一回取り除く手術したんですよだから多分今結構ナチュラルなんですけどなんか整形に悩んでることがはい,ありが,い、はい、ありがとうございます <laughs> ずっと喋っちゃうんで間違、まあ、いなくどっかで止めないとねこれはシャクが長くなるあの実はねさっきあの控室で 吉田さんが今日あの喋る時になんか ng ワードとかありますかとかっていやとかとかはまあねあのそれは良くないよだっ,ったらだ南米ゃなんべ <laughs> <laughs> なや全部 P で <laughs> あ<の>アワビとかで表現してる俺5年やってきたけどこんだけ連呼したのはあんた初めてやか <laughs> <laughs> はいありがとうございました知識 <laughs>、えー、では3番目ですね高橋さんですはいじゃあ皆さんマジ,マジシャンのですね Mr.TK <laughs> ショーをご覧いただきたいと思います <laughs>、えー、マジック始まるんですがいくつかですね注意事項がありますまずですね今日虎の皆さんマジック最中でですね写真撮影とか動画撮影ですねこちらの方はですね 一切禁止をしておりませんのでぜひねお取りいただいて SNS も上げていただきたいなと思いますでマジックの最中まず1個目がですねこちら見えたこれは言わない約束になってますから言わないようにそして2つ目がですね分かったこれも禁止用語ですそして最後3つ目がですねそれ知ってるこれもやめていただきたいなと思いますまあ温かい目で見ていただきたいのですね大きな拍手をですねしながら皆さん見ていただきたいと思いますじゃあ皆さん大きな拍手からどうぞ <laughs> はいじゃあそれではですね始めていきたいと思いますのでまずですねこちらを したいと思いますじゃあみさん手拍子でいきますはい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 みなさん大きな拍手ありがとうございます、えー 続いてですねこちらのですねポケットから何かが出てきますよいしょ赤いハンカチが出てきますこちらご覧くださいね三二一拍手をお願いしますね <laughs> はい <laughs> 続いていきたいと思いますこれですねどこのご家庭にもある袋でございますがこれ ちょっと虎の方いいですかちょっとごめんなさいねはいちょっとお持ちいただいてですね、えー、これ中身がですね何もないのをご確認いただきたいと思うんですけど上から入れても下から入れても何もない状態になってますでこれチャックがついているのでチャックを閉めていってこれからですね袋状に今なったんですねですからこれひっくり返しても今何もない状態になってますねはいそしたらですねその白い紙を黄色い紙をですねこの中に入れていただいていいですかはい 入れていいいいたたただききまましたね、はい、でこ,こから行きたいと思います3、2、1今入れていただいた紙がですね千円札に変わっていたのでここで大きな拍手をお願いしますね、はい、そしてですねこの千円札を使っていきたいと思うんですけどよくテレビでもやっていますこれボールペンで穴を開けようというやつですね1、2、3こうすると穴が開いていきますねまっすぐ後ろに引くと穴が一瞬で塞がります塞がった時が拍手のポイントですからね3、2、1よいしょ。 おお、えー、下がりましたね,いね、はい、そしてこの千円札をですねもう一度入れていきたいと思いますよく見せてくださいねこっからなんです、まあ、大体皆さん想像しますよねお金が増えたらいいなとはい321今の千円札がですねよいしょ たくさんのお札になって出てまいりました。うわあ、世界救えるわ。ね、これいい。あ、あら、あらららららら。あ、あ、ああ、ああ。以上で終了します。ありがとうございました。お金持ち。お金持ち。風船どこ行ったの？いや、ほん。 そうですよまだ入ってるモノマネ、トークマジック志願者がそれぞれの特技を武器に虎たちへと食らいつく次回後半戦志願者のさらなる魅力に迫る吉田さんねマジシャンと令和の虎って、はい、めっちゃ相性悪いんですよあれそうでしたっけそう今まで4人ぐらい出たんだけど